はい、お疲れ様です。今日は24日です。昨日ね、イズマティックのライブをワット・ディッキンスでやってきたんですけど、あれみたいな、あのドラムがですね、急遽変わりまして、サイモンがやるはずだったんですが、突然の脱退ということで誰もが予想していなかった展開になってしまいまして、実はですね、そのリハーサルを月曜日にやってたんですけど、その次の日に、急遽出ないという連絡が入りまして、で、そのタイミングで、非常に我々困りまして、リハもしてるし、本番までもう 2,3 日しかないっていう状態だったから、どうしようってなって、でね、ジェフが見つけてきたんです、ドラムを。大輔、this is Daniel. Daniel, 大輔、nice to meet you. He's the drummer. Yeah, yeah. Thank you. He's helping us out. Thank you. ダニエルさんっていうドラムの方だったんですけど、まあ僕は知らなかった、初めましての方なんですけど、ジェフはね、結構前から一応知ってはいて、で、ずっとなんか機会があったら、なんか一緒にできたらいいねっていう話になってたみたいだったんだけど、まさかこんな感じでやることになるとは多分思ってなくて、こんな状態で参加してくれるって普通はないと思うから、すごく助かりました。で、まあライブ自体はね、そりゃリハなしでプログレメタルで全部オリジナルで、そりゃもう大変ですよ。ただなんとかできたっていう、それがまずすごい。いろいろね、パーツがこう合ってないとかさ、セクションの展開がちょっともやっとするのはもうそれはしょうがなくて、ただ一曲通してできた。ライブもだって7曲ぐらいやったのかな、全部ちゃんとやったって、すごい。もうそれがすごい。だってね、自分は正直キャンセルした方がいいってジェフにこうメールしようと思ってたぐらいで、このタイミングで入ってくれる人は多分いないし、見つかったとしてもまともにはできないと思うよっていう、まあジェフも分かってたと思うけどね。ただ今回は奏者さんっていう、サムと一緒にね、ドランクポエットのイベントやってる奏者さんが主催してやったライブで、でアナもその奏者にすごくこう申し訳ないから、キャンセルはしたくないっていう気持ちがあったみたいで、なんとかできてよかったっていう、本当にちょっと分かんないけど、今ドラムがいない状態なので、ダニエルさんが入ってくれればこのままダニエルさんを入れてのイズマティックっていう形になっていくと思いますまあでもめっちゃ楽しかった。そのめちゃくちゃな感じもね、すごい楽しかったし、時間があれば絶対ダニエルさんはバシバシ決めてくる人だと思う。本当に今回は時間がなくて、リハもなくて、本当ギリギリの状態で参加してくれてたから、それは大変だったと思うけど、ですごかったよ。もう全部譜面にしててね、全曲何ページにもわたる、もうドラムのここはこういう風にやるとかね、すごい勉強してくれてた。本当ギリギリの状態で、めっちゃいい人だったブラジルの出身の方なんですけど、本当はブラジリアンとかね、ジャズ、ECM、あの辺が多分得意な感じなんだと思います。ラテン系のやつがね、すごい分かったもん。サウンドチェックが一瞬あったんだけど、その時にちょっと叩いてた感じがもうね、完全にジャズの人っていうか、もうブラジリアン系の感じ、超うまいと思う。本当にすっごいいいドラムだと思う。彼はもう一発でね、めっちゃ好きになった。もう音聞いて、でそのメタル系のやつも得意分野じゃないと思うけど、でもすっげえいい、なんていうの、グルーヴがやっぱツインペダルのやつもうすっごい上手。わ、本物みたいな感じ。もうダカ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 ってやつ、彼はすごいな。はい、ちょっとね、興奮冷めやらぬ状態ですけども、今日はねレッスンの日です。はい、でもうすでにレッスンがいくつか終わってます。で今ちょっと空きがあるので、この時間は、動画の編集という形に。でね、できたら、今日は明日の動画もどっかのタイミングで作っておきたい。ちょっとね、こっから何日かね、
結構スケジュールがタイトで、明日はサムがレコーディングしに来る予定だし、そうすると一日それ使っちゃうから、ケイちゃんのレコーディングも今やんなきゃいけないっていう風にちょっと頭の中に入ってるし、どこにそれ入れたらいいのかっていうか、ちょっとねタイトなんです。でセッションもあるから、今週セッションの準備というか譜面作りもしなきゃいけないし、結構タイトなんですよ。はい、本日のレッスンも終わりまして、動画も終わりました。今日のやつね、無事間に合いました。浅草フーグレンでのライブの日の話だったんですけども、Vlog をねずーっと見てくれてた視聴者さんがですね、ライブに足を運んでくれたというね、すごく嬉しかった。ありがとうございます。そういう風になんかこう自分のこと発見してくれてね、こう尋ねてくれるっていうのはね、嬉しいもんですね。これからねいっぱい増えたらいいね、なんかそういう出会いがね。はい、でですね、これから、明日の Vlog を作っていこうと思います。2本目、きつい。で、私ですね、YouTuber のね、瀬戸康史さんがすごい好きでね、よく見てるんですけども、その中でもかなりマニアックな動画でね、作業用瀬戸康史っていうのがありまして、瀬戸さんが、2時間動画編集をしてるのを、一言も喋らずにただ単に流してるっていう2時間ぐらいの動画なんだけど、それを、もう流しとくと作業がはかどるんじゃないかっていう。なんかやっててくれるっていう、こう、一緒に。はい。まあ、それを流しながらやっていこうと思います。はい。一人じゃないんだぞっていうね。はい。じゃあやっていきます。じゃあ、瀬戸さん、よろしくお願いします。はい。マニアックな動画だよね。大好きです、こういうの。いきます。よし、休憩休憩。いやー、昨日今日とねライブの動画の編集が今ね続いちゃってるので結構しんどいです。時間かかるな。休憩。よし、じゃあ瀬戸さんよろしくお願いします。まあはかどってはいる、割と思いのほか。もうでもあと1時間はやっぱかかりそうだな。どうしようかな。ですね、これ全然関係ないんですけど、これうちの時計なんですけど、これね全然時間合ってないの。電波時計みたいな感じで勝手にこう時間合わせてくれるんだけど、最近調子悪くて、で電池変えてもねダメなの。なんかなんだなんだなんだ、これどこまで行くんだ。止めろってことか、どっかで。あ、過ぎちゃう。あれ止まんない。ちょっと待って、止まんない。どうしないの。あれ止まんないんですけど。どうやってやるの。さっぱりわからん。ちょっとわかりませんね。壊れたかな。